まあ、楽に行くならここセンターへ弾き返した。センターシュートをバックして、バックしてセンターシュートの守備範囲。今日は3試合ぶりの小郷もペーペードームが大好き。ここはアウトコース、変化球で空振りの三振を奪っています。好調小郷を外の変化球で空振りの三振。ボテボテのゴロになりました。ファースト中村晃とってベースカバーに入った大関へトス。さあまっすぐ続けていますが、ここは最後変化球、中村のバットが空を切りました。なので今みたいにスライダーは曲がるんですよ、はいはい、スライダー左バッターには、すごく有効なスライダーの曲がり方してます。社会はインサイドに構えて詰まった感じの当たりになりましたが、ダブルプレーか、ダブルプレーか。今シュート、三森はショートバウンドで抑えてキャンバスを踏んで一塁送球ということになりましたかね。そうですね、そうですよね、ラッキーです、ね、はい。なんとワンアウト満塁から今のシーンです。詰まった当たりインコース、いい構成のストレートになりました。三森がショートバウンドで抑えてセカンドキャンバスを踏んで一塁へ送球。これでダブルプレーになりました。ピンチをしのぎました、ですね、空振り三振。今回先頭の村林を空振り三振に抑えました。1盗塁ですが、チーム盗塁数がね、セカンドへのゴロになりました。三森が取って一塁を振ります。イーグルスの攻撃、見逃し三振。この3回は今日2回目の三者凡退。さあ完全復活へ大関。左中間への当たりですが、レフト見逃し三振。最後はまっすぐ、中島を2打席連続の見逃し三振です。これはいいボールでしたね。 いい角度でね、出ますね。はい、大関今日イーグルス打線から奪った5つ目の三振ということになりました。2ボール2ストライク。外変化球打ち取りました。セカンドゴロ、三森から一塁へ。浅村にヒットを許しましたが後続を切りました。苦しい序盤でしたから ね。ファーストゴロです。タイガーインサイドによって引っ張った。タイガーサード取った、川瀬ナイスプレー。ツーストライクと追い込みました。マウンド上の大関、インコースに構えて詰まった。今度も川瀬がうまく合わせた。ナイスプレーだ川瀬。この回2つのサードゴロをしっかりとさばきました川瀬です。5回の表イーグルス打線。